Yeah!
つらい。ああ、気がどうかよくわかんないよ、もう。ああ、初めて、人生で初めて、カッターナイフで額を切られた。こんなもん、こんな痛いことないな。痛いけど、なんか、すんげえ、テンション上がっちまったよ、おい。畜生。ある意味、この形式、提案してきた。沼田和崎に、乗っかった俺が負けた気がするよ。なんだこの楽しい形式は、おい。カッターナイフの切れる鋭い感触、血がたくさん吹き出して楽しくてしょうがねえけど負けた。もうそれはもうしょうがねえよ。鉛筆ボードも食らうか食らわないか、この駆け引きだったと思うから。食らった俺が悪い。ダメージ相当だよ。背中痛くてしょうがねえわ。しかし結果的に3勝2敗か。終わっちまったけど、内容では誰にも負ける気はしてないから、もうね、次のステップリーグ戦はもう終わったから、はい、このインタビュー終わったらもうきれいさっぱり忘れますわ。はい、そんな感じです。これで永久予選決勝トーナメントに残ったわけだけど、そんなこと関係ねえ。それよりも俺がやりたかったこと、ひどいこと、あいつの代わりにひどいこと返したけど、このことです。お客さんとドン引きしようが何しようが関係ありません。これが俺たちの生き方なんで、賛否言われるかもしれないか、刃物とかで傷つけたり傷つけあったりするのか、でもデスマッチ何でもありでしょう。死なない、死んでないですよ。普通の二人ともピンピンして生きてるんですよ。俺らはプロだから。これになんかあるんだったら嬉しいからね。ただ俺たちと試合ができるなら文句言ってこい。これで永久予選決勝トーナメントに残ったわけだけど、そんなこと関係ねえ。それよりも俺がやりたかったこと、ひどいこと、あいつの代わりにひどいこと返したけど、このことです。お客さんとドン引きしようが何しようが関係ありません。これが俺たちの生き方なんで、賛否言われるかもしれないか、刃物とかで傷つけたり傷つけあったりするのか、でもデスマッチ何でもありでしょう。死なない、死んでないですよ。普通の二人ともピンピンして生きてるんですよ。俺らはプロだから。これになんかあるんだったら嬉しいからね。ただ俺たちとこの試合ができるなら文句言ってこい。たまたま今回最終戦が武田だっただけで、俺がやりたいことができたんで、武田なら何でも受けてくれるなって。多分これは何年前だ、もう10年以上前かな。あの初めてのカミソリを笠井氏だった、あの時多分笠井氏が俺ならいいだろうみたいな、そういう感じで出した。それが逆に次に当たって俺も武田ならいいだろうと思って、こういう決心だったんで、なんかいい風に気違いは受け継がれてるんですね。